ありがとうございました。八神先生。釈放は？来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後、恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。はい。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？フミヤ君。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。小野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田検事生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか？はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの忠告ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかなあ。待つかねよ。まあ俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって。源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれなんだっけ、神様のおぼし飯。それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択に
どんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。うん、その点探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね、はい、矢上探偵事務所。え、猫が逃げて帰ってこないって、うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。ちょっと矢上くん。チャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。海藤さん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。